皆さんこんばんは。3月2日の塩チャンネルです。今日はお昼に生殖補助医療の超党派の議連がありました。事務局次長を仰せつかっておりますので毎回参加をしておりますが、今日はちょっと30分しか出れませんでした。特別養子縁組の件だったんですが、ちょっと後半30分は、党の1年生の方のですね、連絡会というものがあって出血が取られておりまして、出ないと危ないですよみたいな感じの会ですので、ちょっと、そちらにちょっと私も怖くなって参加をしてきました。ごめんなさい、言い過ぎですね、はい、ちょっと用事があったのでですね、そういう半分しか出れなかったんですね。今、議連の方全部録画をしていただいておりますので、それを見終わっています。でちょっと今日はその内容を話そうかなと思ったんですが、先に私自身が不妊治療をしているということで、選挙の時も採卵をして、いるということで、不妊治療の当事者ということで、選挙も戦ってご支持いただいて、これをぜひ進めてくださいということで、ここまで、やんやと騒ぐことで与党の皆さんも動いてくださって、菅総理はですね、その看板政策になっていると、ちょっとその少しを動かしたという自負が、仲間と共にあるんですが、なのでちょっと私はこの超党派の議連、限りなく皆様と近い立場で事務局次長ですが参加をしているつもりです。一方で超党派ですので、いろんな考えの議員がいて、一足飛びに皆様の希望通りの法改正が次にできるのかと言われれば、世界を見ても一足飛びに何もかもができているわけではありませんので、日本も遅れている分ギアを上げてというか、スピードアップしてやっていくんですが、一回で全てが解決はしないだろうなというところは、少し皆様にも、ご了承いただきたいなというふうに思っておりますが、常に私は当事者ですし、 Be with you です、はい。で当事者でない方にも知っていただきたいんですが、本当に不妊治療っていろんな面でやっぱり大変なんですね。費用面、精神面、本当に大変です。でまず話が短く済むところは費用面ですよね。1回採卵をすると、私の場合ですが広島と東京で、経験があります。どちらもですね、1回採卵をするとまず振り込むのが40万円弱です。で余れば多少返ってくるんですが、基本的にそのオーバーすることのことの方が多いです。でさらにその前後で注射を打ったりとかしますので、じゃプラスで今日薬代が7万円ですとか、今日は3万円ですとか、そんな感じになっていきますので、採卵をしてっていうところで、だいたい40万円ぐらいに私の経験上なっていると。でそこから先ですね、移植ですよね、受精をさせて胚盤法を作ってと、でそれがうまくいけばですね、移植すると、そうなってくると、その値段は私まだそこまで進んでいませんので分かりませんが、相当の費用がかかってきます。私の場合は年齢いってから卵子を今取ってやっておりますので、年明けからスタートまたしましたが、凍結してあるものはまだ広島にあるんですが、もう一回スタートしてですね、6つぐらい取れたのかな。でも結局のところもうやっぱりその受精卵になるところまでっていうのはそこから1個しかできなかったんです。やっぱりこれは年齢的なものもあって仕方がないと私は説明を聞いていて、思いました。でさらにですね、その胚盤法に受精卵になったのは3つか、ごめんなさい、3つです。で、B クラス、BC とか、BC とかそういう、クラスがあるんです。クラス ABC で、その中で ABBC があるらしいんですが、その中の2つはもう全然育ちませんでしたということで1個になりました。で少し時間を置いてって言っても、その本当に数日です。胚盤法というものにしていくんですが、胚盤法になりましたが、結局その、CC というクラスですよね、一番下のクラスです。医師の説明によると、これは状態があまりよろしくないので、これを一つだけ戻したところで、非常にその、おそらく染色体の異常が起きているであろうということでした。ですので戻したとしても、うまくその妊娠が成立するかと言われれば非常に難しいと言われてしまいました。ですのでこの一つまず取っておいて、でまたもう一回採卵をしましょうということになってきます。でそこでまたかかってくるのが30何万円っていう、その40万円、50万円いかないぐらい額ですよね。ですので、もう年が明けてからですね、100万円弱がかかっているということに私はなります。今1月から年収制限なくですね、特定不妊治療の助成金が出るようになっておりますので、ちょっと私は使ってないのでちょっとわからないんですが、おそらく
ちょっとごめんなさい、見てみます。東京都の、ホームページを見てみるとですね、でも到底足りないんですね。そうですね、特定不妊はですね1回30万円です。はいですので、その1回というのは、そのお医者さんに聞いてみたところ、またそのお腹に子宮に戻すまでということですので、私は戻してませんから1回にはまだなってないということで、女性も申請はできないと思います。おそらくちょっと使ってないのでわからないんですが、ということで相当な金額がやっぱりかかってくるということになります。これすごい負担ですよね。でこの負担を負えるようになるのは、それなりにご夫婦が年収が上がるまでは難しいと思います。となってくると、やっぱり30代後半からっていうことになりかねないんですよね。そうなってくると、今私がお伝えしたように、年を重ねてからだと成績が悪くなってきますし、染色体の異常も起こりやすくなってくるということで、流産になる可能性があるとか、染色体の異常を持った、状態で子供が生まれてくるということにもなってくるということなんですね。ですので、不妊治療、保険適用にしていこうっていうのは世界的にやってるところもやっぱりありますので、私がその当事者からも話を聞きましたので、やっぱり若い方がなるべくその早い時期にこの不妊治療を受けられるっていうところは非常に重要だと思っておりますので、私は現状こういう形で進んでいったというのは、菅総理の英断だと思って、ここは感謝をしているところです。で体調面ですよね。自分で注射打ったりとかするんですよ。ちょっと持ってくればよかったなと思ったんですが、でいろんな方法もあるので、広島で受けた方法と今回東京で受けた方法と、これからまた、来週再来週ぐらいからまた入るんですが、全て方法が採卵の方法一つ取ってみても違います。低刺激とか高刺激とかあって、で明らかに広島で受けたものと今回違っていて、広島の時は夜中にその、もちろん注射を自分で打って、お腹を出してブシュッと打ってですよね。で夜中にものすごい汗をかいて、1日に4枚 T シャツを買えるという寝汗が止まらない。でやっぱ怖くなりますよね。これ本当に大丈夫かなって、私だけなんじゃないかとか、ものすごい夜中に不安になったりとかしました。で今回受けたものはちょっとやっぱり方法も使う薬も違って、夜中に4枚も T シャツを買えなきゃいけないっていうほどのことにはなってはないんですが、やっぱり体調はやっぱりちょっと違うんですよね。なんか頭が重たくなったりというか、そのやっぱりホルモンを動かしているので、ちょっとこう言い表せないしんどさっていうものが体をやっぱり襲ってきたりとかしますし、何よりもそのお腹が張ったりであるとか、あまり直接的な表現は避けますが、やっぱ出血とかですね、前後でやっぱりあるんですよね。で採卵になってくると、そこで出血が続いたりもするんですが、やっぱりその全身麻酔で行ったりとかしますので、非常に体調の面もやっぱり少し不安になってきますし、でこれを仕事の合間に行うということなんですね。私も全身麻酔で採卵をして、出血を抱えながら国会に来て仕事をするということにを続けることになりますので、前回で終わればいいなと思ってたんですが、終わりませんでしたので、今後も注射を打って体調がちょっと悪くなりながら、採卵とかして出血をしながら、仕事をするということになってきます。だからいろいろな面で負担がもう精神ともにかかってくるというのがやっぱり不妊治療ですし、やはりその国会議員ですので委員会質問などもあります。で質問の機会ってなかなか1年生だったりとか、あとはちょっと女性だからなのかよくわからないんですが、ちょっといい感じに回ってこないことも多いんですね。ちょっとこれは声を上げさせていただいて、今回からかなり変わるという兆しが見えているのでほっとはしているんですが、そんな中予定がそのホルモンの数値を見ながらやるので、明後日来てくださいとかっていうことになるんですよね。明後日かし明後日ぐらい、この3日間のうちどこか1日かなみたいなものを決めるのに、その2日前に来る、でその何日か前にまた行かなきゃいけない。で行かないにしても自分で薬とか点鼻薬ですよね、シューッとしていろいろな体の動きを止めるようなものがあるんですが、そういったものを私も毎朝とこれ夜やるんですが、今やってますがのがあって、非常にその仕事にはやっぱ支障が出るんですよね。だけれどもこれを理由に質問の質が落ちるとか休むとかっていうところは、やはりその
ぱり難しいというか、理解を皆さんに得ながらじゃないとできないことですから、やっぱりカミングアウトもしていかなくてはいけないですし、まだ委員会 の先輩議員にはこのカミングアウトというものをしていないので、ご理解をいただけませんかというところをお話できていないので、あ、やっぱりあんな質問ちょっと体調悪そうだからどうなんだなみたいなことに思われたら大変だっていうのもやっぱりあって、気張ってやってはいますが、もう相当家に帰ったらもうこう脱力するような感じになったりもします。ですので本当にいろいろなこう時間とかスケジュールとかっていうものを、やっぱり女性の面が特にですよね。女性は特にこう今言ったようにホルモンを整えたりとか、採卵の周期整えたりであるとか、いろんなことがあって、これから移植っていうことになってくればまた違うことも出てきますので、本当に精神的、負担的、金銭的な制約を抱えていて、で仕事の面もやっぱりなかなかその理解を得るというところが難しいっていうところはあろうかなと思っています。まあ、ただ一方でそのここで何も言わずにってこともいきませんので、治療をしながら国会議員の活動ができるような、呼びかけっていうものは、委員会とかの議員にはやっていこうかなというふうに思っているところです。本当にこの体調的にやっぱり笑いながらやってますけど、本当にこう受けた人にしかわからない苦しみっていうものがあるなっていうふうに思っています。この国会の中にも実はたくさん経験者がいます。だからこそこの今回不妊治療の保険適用とか女性の拡大っていうものが進んでいます。だけれどもその皆さんがカミングアウトしているのかっていうと、まあ、そうではないような気もしています。だからまだまだ、カミングアウトするというのが難しいっていう風潮が永田町に関わらず世間的にはある。だけれども少し、これだけニュースで取り上げられるようになってきましたので、この機を逃さずに、まあ、しっかりと、ここまで仕事頑張ってきたわけですから、私も皆さんの応援をするためにしっかりとカミングアウトをしてですね、声を上げていきたいなというふうに思っているところです。安心をして少しでも負担を減らして治療に専念をすることが、治療の効果を上げることにもやっぱりストレスが良くないですからね、なってくると思うので、私自身も、いろんなストレス抱え込まずにやらなきゃいけないと思っていますし、皆さんのこう助けにもなればいいなというふうに思っているところです。今日はまず、本当にこの体験を皆さんに聞いていただいてからではないと、この不妊治療の話を深く進めていく上で理解を得ることが非常に難しいと思っています。民法改正の時ですよね、不妊治療の今回の生殖補助医療、この質疑に立つまでにいろんな議論をする中で、やはり当事者ではない方たち その正論ですよね、聞けばそれはその通りなんだけれども、私だけではなくてですね、当事者の皆さんとも動いてきました。私はこの件については一緒に傷ついてきたんですよね。ですからこう当事者の意見っていうものがその正論だけ言われてしまうと非常に傷ついてしまうということにも留意をしながら、これから先、党内でも議論を呼びかけていきたいと思っていますし、私自身も気をつけていきたいなというふうに思っているところです。これからちょくちょくとこの生殖補助医療不妊治療のお話をしていきたいと思っています。ちょっとだいぶ長くなりました。それではまた明日。